もう後戻りできないじゃない。子供が生まれるのよ。お前の姉ちゃんか。もう3ヶ月になるんで。佐野の野郎どこ隠れてんすかね。焦ることないよ、必ず見つかるから。他に誰かいます？ヒデが見たって言って聞かないんです。ただ離婚してないだけ。